この2体を並べるとめちゃくちゃかっこいい。皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回の動画は僕が作った変形合体ロボのリメイクバージョン第2弾になります。前回の動画でティラノサウルス型ロボのリメイク、レッドティラン、ティラノ竜王を紹介しました。はい、今回の動画はレッドティランの動画で少しだけ登場したテラノドン型メカの紹介になります。今回のリメイクの中で一番変わってるのは実はプテラノドン型ロボです。この動画を見る前に一回プテラノドン型ロボの動画を見ることをお勧めします。はい、それではリメイクしたプテラのドン型メカを紹介します。それがこちら。はい、こちらでございます。いやーかっこいい。いや、実を言うと僕今回のリメイクで一番完成度高いのは実はこれだと思ってます。リメイク前と比較するとめちゃくちゃ変わってます。そしてこのプテラノドン型ロボの名前は決めました。名前はキラーゲイラーです。なんでゲイラーって名前にしたかというと、僕はアバレンジャーのアバレキラーめちゃくちゃ好きなんですよ。僕がリアルタイムで見たスーパー戦隊のファーストコンタクトがアバレンジャーです。アバレンジャーそっちのけでアバレキラーを応援してました。で、そのアバレキラーの相棒のトップゲイラー、これがめちゃくちゃかっこよかったので、今回のこのキラーゲイラーのモデルになったのはアバレンジャーの爆竜トップゲイラーです。ではまずは全体をザクッと見ましょう。側面はこのようになってます。後ろから見るとこんな感じです。あ、そうそう、このキラーゲイラーなんですけど、リメイク前と比較するとめちゃくちゃ変わってるんですけど、唯一変えていないのは羽パーツで、それ以外はほぼフルモデルチェンジしました。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部は結構スリムにしました。そして足はこんな感じです。足の爪パーツも変更して本物のように仕上げました。そして尻尾はこのようになってます。モチーフとなった恐竜はトゥプクスアラといって、まあ、ザクッと言えばテラノドンの仲間です。本当はトゥプクスアラ型ロボにしたかったんですけど、ほとんどの人がトゥプクスアラ全然わかんないので、今回は馴染みのあるテラノドン型にしました。可動範囲は結構動きます。まず口がこのように開いて、上可動も一応できるっちゃできるんですけど、トサカが当たっちゃうので基本的に動きません。そして羽はこのように上下に動いて、でさらに羽のここが動いて、ここもこのように稼働します。ちなみに羽はロボモード時には足になります。トップゲイラーもキラー王に合体する時も翼が足になります。そして足はこのように動きます。ここもこのように動きます。で爪もこのように稼働します。そして尻尾はこのようにクリックで動きます。大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。おおよそミニフィグ 4,5 体分はあります。そしてよっと、前回作ったレッドティランと並べるとこんな感じです。高さと全長に関してはほぼ一緒なんですけど、横幅が全く違います。翼が広いので、レッドティランの、まあ、2体分はあります。はい、お待たせしました。ここからロボモードにします。ちなみにロボの名前はキラーエンペラーです。これも暴れキラーのキラー王から取りました。あ、そうそう、実を言うとキラー王は爆竜トップゲーラーと爆竜ステゴスライド、この2体が合体してキラー王になるんですけど、今回は変形合体してキラーエンペラーになります。では変形させます。まずこのパーツを取って、この羽パーツを取ります。そして尻尾のこのパーツを取って、このパーツも取ります。ちなみにこのパーツはロボモード時の胴体になります。で次に足を広げてこのパーツを取ります。このパーツはロボの頭部兼ヘルメットです。そしてこのまま足を取ります。はい、残ったキラーゲイラーの胴体が武器になります。このパーツを取って、ここに取り付けます。反対側も一緒です。そして頭部のトサカを取って、首をまっすぐにします。先ほど取ったトサカをもう一度つけて、トサカを広げます。はい、これがキラーエンペラーの武器のキラースピアです。それではここからロボに合体させます。まず足から変形させます。まず翼をまっすぐ伸ばして、そしてこっから曲げます。足が回転してたらここもまっすぐピンと伸ばします。そしてここから立たせます。はい、これがキラーエンペラーの足になります。続いては足を変形させます。足をこのように伸ばしてここで回転します。これが正面になります。そして後ろの爪を取ってここに接続。
って爪を倒します。前足と爪を折りたたんで前へ倒します。そしてこのヒンジをこのように受ければ、はい、これが右腕になります。反対側も同じ工程で変形させます。爪を取って折り合体させて倒す。そして前の爪も折りたたんでこのヒンジを回転、はい、これで両腕の変形は完了です。では続いては胴体いきます。先ほど外した尻尾パーツを胴体につけます。反対側も一緒です。そしてこのパーツにこちらのパーツをセット。はい、それでは最後は頭部です。このパーツを取り外してこのパーツを取って一回回転させてもう一回接続します。反対側も同じです。はい、これがキラーエンペラーのヘルメットになります。胴体に腕を取り付けます。一回ここをワンクリック広げます。そしてここに頭部をセットします。そして上半身と下半身を接続。はい、そして最後はこちらのヘルメットを頭部に取り付ければ完成。これがロボ状態キラーエンペラーです。おお、見事に変形合体しました。まあ、僕も頑張ってキラー王に寄せようとしたんですけど、やっぱプテラノドンが変形合体するということもあるので、まあ、ちょっとそこは難しかったかなって思います。もし今回のキラーエンペラーが2体合体だったらキラー王にはできたと思います。横はこのようになっていてめちゃくちゃ薄いです。後ろはこんな感じです。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。実を言うと頭部はリメイク一切してません。頭部もいっそ変えようかなって思ってたんですけど、僕はどっちかというとこっちの方が好きなので頭部はそのままにしました。はい、そしてこちらが胴体です。僕個人的に今回胴体の胸アーマーはちょっとこだわりました。キラー王の胸アーマーに頑張って寄せたんですけど、ちょっとパーツが足らなかったのでこれが限界です。腕はこのようになっていて、リメイク前はこの腕のパーツはヒンジパーツの受けだったんですけど、今回はティラノ竜王と一緒の手にしました。はい、そして足はこのようになってます。足については基本的にこことここをちょっと改造して、それ以外はほぼ全然変えてません。では可動範囲について説明します。このキラーエンペラーもめちゃくちゃ動きます。まず頭部がこのように回転します。そして肩アーマーもこのように動いて、腕もこのように稼働します。ただこれ肩アーマーに当たっちゃうのであんまり動かないです。でさらに変形の恩恵でこんな感じで動きます。そして足はこのように開くことができて、膝はこのように動いて、さらにここからこのように回転します。であとは足首がボールジョイントになっているのでこのように回転します。なのでこういった自然なハの字立ちをすることも可能です。可動範囲が結構あるのでこのようなポーズを取らせることもできます。そしてこのキラーエンペラーは暴れキラーの手のようにすることができます。後ろのパーツを取ってここに取り付け、そして爪を前に出せば、そして爪を前に出せば、はい、こんな感じでキラー王の腕にすることができます。はい、両腕を爪にするとこんな感じです。これ完全キラーエンペラー暴走状態ですね。このロボにはないんですけど、実際の暴れキラーには尻尾があって、その尻尾をバシンバシンと地面に叩くシーンがあるんですけど、そこもかっこいいんですよね。でこの状態で唯一残念なのは武器を持たせることができません。武器を持たせる際には通常の手にする必要があります。はい、それでは武器を持たせます。持たせる際は拳のこの丸いパーツに武器を入れます。はい、武器を持たせるとこんな感じです。いやもうなんかこれを見ると暴れキラーを思い出しちゃうで実はこの武器の唯一残念なところはこのように立たせて持てれません。この武器自体がめちゃくちゃ重たいので、このように持たせようとするとキラーエンペラーが倒れちゃいます。ちなみにこのキラーエンペラーの必殺技は一言言うのであればキラー王とまあほぼ一緒です。持ってる槍を敵に投げつけるキラースティンガーで、さらに先ほどの怪獣の手状態での必殺技がハイパーキラーバーストです。キラー王の際は口から出すんですけど、このキラーエンペラーは胸から放出します。では最後大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。高さについては7-8体分はあります。では続いてはレゴマリオと比較するとこんな感じです。高さはレゴマリオ4-5体分はあります。レゴマリオと並べるとこのキラーエンペラーがなんか敵なのか味方なのか分かんないですね実際のキラー王もどっちかというと敵か味方か分からないんですけど、実は敵です。はい、それでは最後はこちら
前回紹介したレッドティラン、キラの竜王と並べるとこんな感じです。実は高さ的にキラーエンペラーの方が少しだけ大きいです。この2体を並べるとめちゃくちゃかっこいい、暴れんじゃー対暴れキラーを思い出します。はい、ということで僕が作った変形合体ロボのリメイク版キラーゲイラーキラーエンペラーを紹介しました。今回のリメイクで一番変えたのがこのキラーゲイラーです。名前もプテラノドンロボやめてトップゲイラー型ロボにしようかなあーでもそうしちゃうとちょっと怒られちゃうのでやめておきます。でさらにこの2体のリメイク前の動画を見てくれた人はもうお分かりなんですけど、次の動画ではこの2体のロボが強化合体して一つのロボになります。まあお約束かつアバレンジャーではほんの数回しかできなかった強化合体をやります。実を言うと強化合体もリメイクしました。こちらもリメイク前の強化合体を見てから次に出すリメイク版の強化合体をご覧ください。大して変わってはないと思うんですけど結構変えました。リメイク前の動画もぜひご覧ください。はい、以上ヒラゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。